三度の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。今日は日比谷健次郎プロジェクトコラボ動画第2弾をお届けしたいと思います。いよいよ日比谷健次郎ってどんな人だったのという話をするわけなんですが、健次郎さんはすごいですよ。日本で初めてあれを作った人なんです。日比谷健次郎は天保7年1836年生まれ、世代的にはね、新選組の副長土方歳三の一個下で、最後の将軍の徳川慶喜の一個上ですね。つまり時は幕末、武蔵の国足立郡の幕府直轄の府知恵寮小右衛門神殿、現在の東京都足立区中央本町の郷氏の家に生まれました。郷氏っていうのは在郷の武士のことです。農村部に住んでいる武士という意味。日比谷家は代々地域の治安維持や発展に努める重要な役割を担っていたんです。特に日比谷健次郎の時代は天保の大飢饉とか大地震、台風、疫病の流行、それに黒船来航っていう危機のフルコンボ直撃の混乱期。江戸やその近郊の治安が乱れに乱れ、農村部でも自衛意識が高まっていました、そこで武州多摩日野の豪農出身の土方歳三は天然理心流の剣術を学んだということが知られていますね。こちらは当時の関東各地の名だたる剣術家の名前を記載した武術英名録という資料なんですけど、そこにもね、名前が刻まれておりますよ。お気づきになられただろうか、なんと同じページに北辰一刀流日比谷健次郎の名前が。そうなんです、日比谷健次郎は北辰一刀流免許皆伝の腕前、さらに教養の豊かさでも知られていて、22歳の時にはね、幕府の高官から若き龍という意味の賞を贈られるほどの超逸材だったんです。こちらは足立区の郷土博物館の特別展で展示されていた日比谷家に伝わる甲冑なんですが、大名道具クラスの工芸品でして、日比谷家の自治意識の高さっていうかね、何か起こったら地元を守るんだぞっていう気合を感じて、私も足立区の広報番組の取材で実物を拝見したんですけど、めちゃくちゃ感動しました。実際健次郎は30代になると徳川家を支える豪士として活躍します。土方歳三なんかは豪農の生まれですが、末っ子なので家を継ぐ立場じゃなかったので、ある意味身軽だったんですね。なので京都に登って剣の腕を振るって活躍したわけなんですけど、日比谷健次郎の場合は日比谷家を継いだ立場なので、あくまで豪士として地元足立に残りました。そして将軍上洛の費用の支援だとか、大地主たちと連携して幕府の資金援助を行ったりっていう形で幕府を支えようとしたんです。やがて幕府は倒れ、時代は明治新時代へと移ります。そして健次郎はついに日本初となるあれを発行するんです。あれというのはこれ。これね、日本語とドイツ語の大訳辞書、和読大訳辞林という辞書なんです。この日本語とドイツ語の大訳辞書を日本で初めて発行しました。いや、発行しましたって簡単に言いましたけど、これめちゃくちゃ大変なことですよ。何しろ前例がないわけですから。健次郎さんはね、京都まで出かけてドイツ人の後継者を探し回ってるんですよね。あと印刷も上海で行われたんじゃないかって言われてます。とにかく壮大なプロジェクトだったわけですが、その費用一切を健次郎と健次郎の妻の父が負担したということなんです。そして明治10年に見事和読大訳辞林を発行しました。この辞書の発行は快挙であるとして、あの勝海舟も賛辞を送っています。このページが勝海舟の賛辞の部分ですね。
これね、私個人的に健次郎さんってすごく先見の明があった人なんだなって思っていて、何がすごいのかっていうとね、明治になってすぐに新政府はドイツ医学を正式に採用することに決めるんですよ。でも肝心の和読辞書がなかったわけですよね。つまり日本の医学の発展、教育のためには一刻も早く和読辞書が必要だったわけです。今でもね、日本の医療の世界ではカルテとかカテーテルとかチアノーゼもそうですね、ドイツ語を語源とする外来語がたくさんありますし、あと年配のお医者さんだとカルテをドイツ語で書いてたりするかと思うんですけど、これってね、明治以降の第二次世界大戦まで日本でドイツ医療中心の教育が行われてきた名残なんですね。なので日比谷健次郎の和読大訳辞林の発行は人々の命に直結する偉大な事業だったと私は思ってるんです。ちなみに足立区ゆかりの人物に文豪の森外がいます。区内にはこんな風に石碑も建っています。これ北千住の駅からだと、そうだな、徒歩5分ぐらいのところにあるんですけど、森外ってお父さんがお医者さんでして、明治12年に千住に引っ越してきて吉盛堂医院を開業してるんですね。まあ要は千住のお医者さんだったわけです。鴎外自身はというと、この頃は東大に在学中だったので下宿先にいたんですが、まあ、卒業後明治14年から千住に住んで医療活動に従事していたんですよね。だから三宅坂の陸軍病院には千住から人力車で通っていたんですよね。まあ、その後明治17年にドイツに留学して明治21年に帰国するわけですが、また千住の実家に戻っていて、まあ、その後根岸とかに移っていくんですが、鴎外っていう号があるでしょう。まあ、これは実は森林太郎っていうのが本名で、ペンネームにあたるのがこの鴎外なわけなんですけど、この鴎外っていうのは隅田川にあったカモメの私の祖という意味で、つまり千住を表してるんです。ひょっとすると足立区千住ゆかりの医療従事者の森鴎外も知らず知らずのうちに日比谷健次郎の和読大訳辞林発行の恩恵に預かっていたかもしれませんよね。もしかすると、まあ、同じ足立にいたわけですから森鴎外と日比谷健次郎出会っていたかもなんて私妄想しちゃうな。いやー、歴史ってやっぱり面白いですね。さらに和読大訳辞林は医療だけじゃなくてね、日本初の憲法の制定にもものすごく貢献したんです。というのもね、日本で初めて憲法を制定しようっていう時にお手本にしたのはドイツの憲法だったんですね。なので当時の法務省の関係者からまとまった数の和読大訳辞林の注文が入っているそうなんです。というわけで、幕末明治維新っていうとどうしても京都で剣を振るった人とかね、政治の中枢で活躍した人とかに目が行きがちなんですけど、日比谷健次郎のように地元に残って地域の発展に貢献しながら日本の社会全体を良くするために尽力した人が果たした役割ってとっても大きいんですよね。もしかするとあなたの地元にもこういう隠れた偉人がいるかもしれません。日比谷健次郎のことをもっとよく知りたいっていう方はね、ぜひ公式ホームページをご覧ください。リンクを詳細欄に貼っておきます。次回はコラボ第3弾最終回ということで、足立区のドンキホーテと日比谷健次郎の意外な関係、スーパーベルクスもということでお届けしたいと思います。更新はあさって水曜日の予定ですので、ぜひぜひチェックしてください。それでは本日の動画、お江戸いいねと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。